こんばんは、サカモンティです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。本日はお悩み相談コーナーの回答になります。お悩み相談につきましては概要欄にフォームがございますので、そちらから送っていただいたら動画内で回答をします。本日のお悩み相談は、人と一緒にいると疲れるのでどうしたらいいかとのお悩み相談です。一緒にいて楽しいなと思う人や、ちょっと疲れたり一緒にいたくないなと思う人など様々あると思います。何かの団体に所属している方は、自分のことを明らかに嫌っている人とも接しないといけないので、あなたに悪影響を及ぼす可能性があります。今回はそういった距離を置いた方がいい人について話していきます。距離を置いた方がいい人については5つあります。1つ目は不平不満だらけ、2つ目はあなたに依存している、3つ目は時間泥棒、4つ目はモラルがない人、5つ目は都合のいい人にされている。この5つになります。不平不満だらけについては、いつも何かに対して不平不満や悪口を言っている人がいますよね。こういったネガティブなことを聞くだけであなたは疲れてしまいます。そして最大のデメリットにつきましては、あなたがいないところであなたの悪口を言っている可能性もあります。味方でいる分に関しては大丈夫なのですが、敵になってしまうと大変です。そしてこうした悪口を言う人の周りには、同じように悪口や不平不満を言う人が集まってきます。もしかしたらあなたも不平不満や悪口を言ってしまう癖がつくかもしれません。そして2つ目、あなたに依存しているについては、いつもあなたと一緒にいたいと思っている人はいませんか？依存気質な人は一定数います。相手はあなたと一緒にいるだけで満足なので、利害がない場合は一緒にいてもいいのですが、あなたの足を引っ張る人なら距離を置いた方がいいと思います。もし距離を置いた時にその人がどうなるのか心配になるかもしれませんが、桃鉄の貧乏神と一緒で、次の依存先を見つけてそこにくっつくので大丈夫です。そして3つ目の時間泥棒につきましては、連絡を取る時に LINE を使わずに電話ばかりしてくる人はいませんか？あなたの暇な時間ならいいのですが、電話については相手の都合を無視して一方的に時間を奪います。深夜にいきなり電話をかけてきたり、相手の都合で連絡してくる人は距離を取った方がいいかもしれません。もし電話をする癖がある人につきましては、今から〇〇分ほど電話をしていいと聞いて OK が出たら電話をするとか、まあ、そういったやり方がおすすめかもしれません。そして4つ目のモラルがない人につきましては、常識がない人でそれを直そうとしない人は距離を置いた方がいいです。デメリットとしては、一緒にいることであなたもモラルがない人と思われる可能性があります。歩きタバコ、ポイ捨て、店員さんへの態度が悪いなどいろいろありますよね。一緒にいて何か違和感を感じる人は距離を置いた方がいいかもしれません。そして最後5つ目につきましては、都合のいい人にされている。例としてはお願いばかりしてくる人や、自分のことを明らかに利用してくる人っていますよね。こういった人間関係につきましてはギブアンドテイクだと思いますので、テイカーの人とは関わりを持たない方がいいかもしれません。よく口癖でお願いがあるんだけどと言ってくる人は要注意です。5つ並べましたが、実際に距離を置くための対処法はどうしたらいいでしょうか？私は3つほどあるんですが、こうしています。1つ目は LINE の返信スピードを遅くする、2つ目は誘われても断る、3つ目は自分の意見を言わない。この3つを心がけています。 LINE の返信スピードを遅くするに関しては、相手から連絡が来ても返信のスピードを遅くして、テンポを悪くして返信しづらい雰囲気を作っていきます。そして LINE の返信も質問で返さないこともおすすめです。聞かれたことだけを答えるようにすると、相手は会話を続けるために質問を考えないといけないので、それが面倒になり連絡が減ってきます。2つ目の誘われても断るに関しては、普通に予定があるのでその日は厳しいと断りましょう。仕事の飲み会があると言ったりするのもありですが、毎回は厳しいと思いますので、相手の人が誘ってくる曜日が分かっているのなら、その人が誘ってくる時間帯にあらかじめ開けれない予定を入れておくのがおすすめです。例えば金曜日の夜に誘われるのなら、その時間帯に習い事を入れておくとかすれば断りやすいですよね。では最後3つ目につきましては、自分の意見を言わないこと、こちらに関しては基本的には話の聞き役になりましょう。自分の意見を伝えると話が盛り上がってしまいますので、そうなんだね、へーっと会話に加わらないようにするのもおすすめです。距離を置こうとする人は
深く関わると面倒ごとに巻き込まれる可能性もありますので、この人と関わりたくないなら自分の意見を言わずに、先ほど言ったように簡単な相槌で話を終わらせましょう。嫌な態度とかを出してしまうと相手から嫌われてしまうので、会話を早く終わらせる、 LINE の返信を遅くするだけでもかなり効果があります。もしかしたら程よい距離感が生まれて相手との関係がさらに良くなるかもしれません。質問者さんのお悩みの人と一緒にいて疲れるのでどうしたらいいかにつきましては、回答としては距離を置くことが一番だと思います。質問者様のお悩みが解決することを願っています。それでは本日の動画は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた明日の動画で。